クラスは30人以上いるのに、なんで私が引いちゃうかな。あとは各クラスの8人でじゃんけんして決めるそうです。しょうがないですよ、立候補する人誰もいないんだから。面倒なだけじゃん。目立ったっていろんなやつから文句言われるだけだし。よし、小林、今から立候補しろ。やです。じゃあ藤江、お前だ。お前に任せる。え、私たち親友だろ。頼む、立候補してくれ。ダメですよ、そんなんで押し切られちゃ。藤井先輩、峰岸先輩、立てすぎっすよ。あ、死の回りだ。死の回りかっけー。先生は選ばれた人ですよね。藤江さんって私に似てるかな。似てません。全然似てません。もっとおしゃれしたら。髪飾りとか似合いそう。私は選ばれたんじゃないよ。私が選んだの。何ですかこのヤバいセレブ感。昔毒もやってたって。生地震が今奥に出てるよ。とても一回の生物教師とは思えねえよな。ラッキーな星の元に生まれた人だよね。それに比べて私たちは。生徒会長決めなのにじゃんけんもなくね。前にも一度じゃんけんで決めたことがあるらしいよ。それ私も聞いたことある。あったよ、これだ。これが8年前の初代じゃんけん生徒会長。これはないわ。運のなさが顔に出ている。よし、メンツは揃ってるな。じゃあ始めるか。おお、初代じゃんけん生徒会長の登場だ。初代じゃんけん生徒会長。嘘、信じらんない。学校中のじゃんけんに負けてこのピープルが篠田先生。お前ら勘違いしてるぞ。第1回の大会は立候補する者が多かったんでじゃんけんになったんだ。マリコは負けたんじゃない、勝ち抜いて生徒会長になったんだぞ。あの頃からだよな。マリコがやたらと輝き出したのは。超進化。責任感は女を変えるぜ。
しの差はスリル、まるで観覧車、心揺らされてドキッとするんだ。ためらってたら僕を じゃあね。